おめえさん、ごめんごめん、驚かせちゃった。ねえねえ、これからどっか行かない？ねえ、もう来ないもん。さっきから見てたんだもん。始まるみたいだ。着名は後でゆっくり聞くよ。楽しもう。
こっちはダフ屋でチケット買ったから、みんなバラバラ。よくチケット取れたね。まあね、苦労してるんだ。でもさ、ユキがスーパーチャージャーのファンだなんて知らなかった。まあそうだろうね、僕も知らなかったから。ねえ、みんなとご飯食べてくでしょ。ああ、それがちょっと。ねえ、行こうよ。いや、なんていうか、それが。ん？なんだ、いたの。お帰り、遅かったね。やだ、そういうことは先に言いなよ。じゃあまた学校でね。ああ。何言ってんだよ。だって、今日はせっかく、その、ほら、プラチナチケットが。どうしたんだよ、急に。子供みたいだぜ。もしかしてだけど、焼き餅焼いてる？ごめん、ちょっと待てよ。